これからゆきのライブに行ってきます。今からお家を出ます。楽しんできたいと思います。ということで、ルームツアーをやっていきたいと思うんですけど、今回泊まるホテルはモントレ神戸です。では撮っていきます。まず入って鏡があって、ここが洗面所とユニットバスですね。にシャンプーとコンディショナーとボディウォッシュがあります。
ライブ終わりました。すごい良かったです。雪ライブ2日目です。今日はグッズのラスボスキャップをゲットするためにもう会場には来ています。今からスタバでちょっと休憩します。無事にラスボス帽子をゲットしました。髪ボサボサ。ライブまであと結構時間がありますので、その時間を楽しみたいと思います。ホテルに、ライブが終わってホテルに着いてもう着替えてます。今日のライブもすごく良くて、今日の方が席がちょっと近かったです。ゆきちゃんの表情がよく見えて、でなんかこう不思議なんですけど、ゆきちゃんのあの丹田のあたりがすごい光って見えてたんですよね。あれがすごい不思議だったんですけど、すごく魂の歌を聴かせていただきました。またね、あの7月にも京都に行くので楽しみにしています。それまでね、また日々笑って、自分の感情を私もね、ノートにたくさん書こうかなって思いました。ということで、お風呂に入ってちょっとね、軽く食事をして寝ようかなと思います。お疲れ様でした。なんと さっきの電車間違えて逆方向に進んでました。今は県庁前に来ています。またちょっと電車乗り換えて新神戸に向かいます。髪の毛ボサボサ。
ということで今回は神戸にゆきちゃんのライブに行くっていう Vlog を作りました。ちょっと見にくいところたくさんあったかと思うんですけど、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また7月にもね京都に行くので、その時もVlog できたらいいなと思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。宮間沙織でした。